お疲れちゃんのスラットです。今日はですね、こちらの高回転ロイマスケやっていきたいと思います。ということで、ロイジェの圧着衣だったり、まあ、ハンターだったりするのかな、まあ、その枠のマスケバージョンですね。で、最近だったら LSP とか使われてたと思うんですけど、まあ、マスケになったことで体格がちょっとマスケだけだとね、心細いということで、コウモリ型の、まあ、高回転のロイが今使われてますので、これで今日はやっていきたいと思います。さあ、ということで、高回転ロイですね、のマスケバージョン。まあ、ちょっと昔に流行ってたような、まあ、デッキなんですけど、もうマスケス系コウモリ、ここをいれば強いです、本当に。ここをいればなんか、空にも陸にも、何にでもね、ある程度戦えるよね、ということで。さあ、今回の相手は LSP なので、メガラムですね。さあ、流行りのメガラムだと思います。で、メガラムに対しては、まあ、ライトニングを持ってんのかな？まあ、マスケ、ダクプリ、まあ、なんかスケ、適当に気合で頑張っていきましょう。で、圧着衣にはライトかな。コウモリスケ、ウッド等で受けれたら受けたいですけど、受けがなかったらね、まあ、今みたいなんでもいいかなと。で、これ、じゃあ、まあ、誘導追加来るんですけど、もうそれはしょうがないですね。一旦、近起動します。ワンチャンライトニング？さあ、ここは、まあ、マスク行かれるんですけど、キング起動できたんで、いいとしましょう。で、確実に、さあ、トリトンで受けて、おーいえ、いけにえマスクですね。さあ、マスクね、攻撃速度がね、謎に強化受けたので、ガチで、めちゃくちゃ強いっていうほどでもないん、いや、強いです。はい。流行ってはね、ないんですよ。なんか、圧着がやっぱり結局いるから、めっちゃ流行ってるかって言われると、そうでもないんですけど、強いのは間違いないです。で、今回相手はユキとかなので、ユキ使った後のね、このスケコウモリは強いんだけど、スケコウモリは強いはずなんだけど、さあさあさあ、ラムライダーでね、消されましたね。さあ、いや、これトリトン引っ張ってくれるのでいけえな。危ねえ。で、あと近起動もしたので、まあなんとかなるよねと。さあ、ラムでスケとコウモリ行かれるのはちょっと嫌でしたね。あとエレスピでコウモリ行かれるんですけど、まあ、まあまあしっかり守ってかな。あと着衣の受けがね、意外とちょっとしんどい。いや、これさ、相手この結露はどうだろうな。許容されて終わるかな。なんか息毒な気もするんだけどね。さあ、え、待って、やべえ、縛った、ガチやべえ、本当にやべえ、ガチ縛ライトしました、やべえガチ縛ライトした。ですが、まあ、ここはやべえマジで。え、これさ、行ったらダメなのかな。圧着いるから一旦守るか。さ、一旦守りたいと思います。さ、やべえっすね。なんでっていう、普通というかあんましないんですけどね、普通の人は特に。さ、でライトニングをね、しっかり警戒して、ライト打ちにくい感じのユニットをちょっとちらつかせていきましょうか。で、まあ、LSP も来るんで、ついででウッドぐらいしとくと、LSP 引きれます。でさ、まあ、この、言うのは、しゃあないです。なんか意外とこの、あれの受けが嫌っすよね、僕は。あれって言ってもわかんないんですけど。圧着衣か。そう、ライトニングあるものの圧着衣の受けが意外としんどいので。これは息毒な気もするが、多分ラム防衛と小物が来る。さあ、お、トリトンがすごい頑張るらしいぞ。トリトンが頑張るらしい。まあ1200あるからな。しっかりダックプリトンで、あ、30です。さあ、ライトニング圏内と。ということで、相手のね、グッドゲームの一言によって気づきましたね。さあ、危ないですけど。まあ、圧着衣の受けな、あると、ある方だと思うんですけど、コウモリとかスケ、またダックプリ。ある方ですが、まあ、ちょっとなんか厄介でしたね。まあ、サイグライト打っていきましょう。まあ、そんなわけでですよ。マスケスケコウモリあれば、本当にね、ある程度戦えると思いますね。で、今、縛ライト死んだので、ちょっと罰として、ライトニングやめて5にしました。そしたら圧着衣です。で、まあ、この陸もね、やっぱ優秀というね、まあ、ダークプリトリトンですね。なんで、まあ、基本的に陸デッキにはやっぱ勝っていきたいよねっていう
感じですかね。よいしょ。さあ、ということで、今回圧着位。で、足遅くなったので、マノクロークは、痛い。スケルトン。さあ、危ないですね。で、他のデッキだと、まあ、スケスケコウモリって結構ジャイとか、まあ、最近はないけど、昔ホグとか、結構いろんなデッキね、使われてたと思います。まあ、最近だと迫撃とかはね、そのマスケスケコウモリのセットされてると思うんですけど。さあ、これはダクブリー、あ、違う、ガゴーがね、ライトニングだったらきつかったのが、よいしょ、ファイボにしたことなので、ファイボにしたことにより、ガゴにファイボ打てるのはちょっと強いかもね。さっきライトで、一戦やって、まあ、ライトもね、間違いなく強いんですけど、多分ガゴ系がね、激渋だと思うんですよね。まあ、状況にもよるかもしれないけど。さあ、着衣だ。さあ、ファイブだと、まあ、ガゴ系にね、こういうガゴ持ち相手に戦いやすくなる。まあ、けど、施設とかの突破が大変かなっていうのはちょいやりですが、まあまあ。さあ、で、ここはもうウッド使っちゃったので、スケルトン部隊あるんでね、飛ばせないですね。さあ、今回相手は、ジャイスケラーっすね。の、アチェクイガゴダクプリ型。で、ヤユキくんなので、これはまあチャッチャとかしたいですね。ガチで。チャッチャとかして、まあなんか、ええ感じにね、耐えてほしいみたいな。ジャイさえ溶かしてしまえばいいんですけど、ジャイがマジで硬くなりすぎてるんですよね。で、これは、スケルトン部隊持ってるんで、一旦ステイの、低め圧着位のね許容から来てますね。これちょっと溶かしたいっすね、マジで。よいしょ。まあ、ここはいや美味しいの、なんか、あ、でもこのガゴがねうまいですね。でもガゴ使ったんで、これはロイでウッド構えて、さすがに出てくる。いや出てこないのか、いや出てこないのは出てこないんかいって感じなんですけど、逆サイは逆サイで耐えれそうだけどな。どうだろう。さあ、ファイボなので、これが助かる。よいしょ、さあ、ファイボ防衛。これライトだって今ね、なかなか渋かったですけど。さあ、840か。840守れるかって言われると、なかなか大変ではあるが。さあ、引っこ抜いて、ウッドもしてダックプリが帰ってくる。もう一回 OKOK。 いやこれはマジで高めガゴが来る。いやでもロイ行きとっか、ここでロイ行こう、ここでロイ行って、よしさすがに、こんだけダックプリいれば OK。 危ねー、ダックプリいればね、まあなんとかなるよねっていう。さあ、スケラの受けとかは、もう本当はね、もうウッドとダックプリで何とか頑張っていきましょう。さあ、よろしく。まあ、マスキは本当使い得キャラだと思いますね。その圧着衣がいるから、結局今そこまで強化された後も、バカ流行りしてるわけではないんですけど、圧着衣いない環境とか、まあ、持っていない人からしたら、間違いなく本当最強クラスだと思うんだね。ヒースピーのか、三種か神技もあるっすね。まあ陸デッキですね。まあなんでこのトリトン、ダックプリあたりに、あとスケモか、しっかり働いてもらって。さあロイホグなので、ロイホグ三種かな、じゃあ。で、ファイボ使ったから、俺。俺のティランっすね、持ってね。ファイボ使ったから、まあ、エリポンがあったらエリポンだけど、多分ロイホグにはエリポン入ってないので、まあ、ケツから三振、チュチュチュンぐらいの可能性はありそうだけど、どうだろう。さあ、来ましたね。で、これは足遅いニット出したいので、一旦コウモリ捨ててから、ケツ取り飛んで、よいしょ、低めでね、受けていけば全然問題ないと思う。さあ、で、マスク出して、よいしょ。マスケね、しっかり頑張ってもらって、で、ダメージ受けてるんですけど、まあ、結局このカウンターにもなってて、まあ、これぐらいのダメージならね、全然、許容かな。で、相手の、
ハンターがいんのかな。ハンター、いやマスケもめっちゃあるやんっていう。ハンターが僕からしたら結構ね、ロイジェを通すのに厄介になってくるっすね。まあ今みたいに今日守って、あの、いやこれあれだ、キングドすればよかったし、俺ファイボのエイムが甘い。次の試合ライトニングにします。ファイボもライトニングもね、鬼下手なんですけど。ごめんね。まあ守っていけばこの1200はね守れると思うんですよ。知らんけど守りたいですっていう、まあ願望ですね。よいしょ。でまあさすがにあれはもうファイボ打ち得なんで打ってあげて、蓋来るかな。蓋来ない。いや美味しいですね。で低め受けてからので、ここでロイフグ来るっすね。さあ来ない。警戒してる。ダックプリ打ってあれば、まあ、ある程度守れると思うので、さあこんでロイジェイね、ちょっと数発頑張ってもらって、あと低めでね、もう一回トリトンとか、まあ、出していけば。でこっからはマジでいかにガンヒモできるかの戦いだと思うんですよ。僕あの本当に攻めずに守っとけば多分これ負けないはずなんですよね、普通は。よいしょ。サファイブ打って、でロイホグをねしっかり抑えられるかっていう。そうウッド使ったら、まあ、豚がねすぐ来る可能性もあります。さあでこれはマジで頑張って耐えて許容からの5ウッド。さあ5を打って、いやウッドも打ってもよかったけど、次は守りですね。豚用の防衛のコスト取ってきます。よいしょ。さあ耐える。で耐えてしまえば最後に、あ待って、下手、たまたま入らんか。さあまいたい警戒っすよね。うん、だいたいこう攻めてきてくれるのは僕からしたら最後のね逆転の希望が見えてきます。さあ5ウッドで守る。でロイ出して、さあこれは結構熱いぞ。で樽だとさあ粘れるぞ。さあこれ5打って、あぶねえ、時間で勝っていく。ちょっとあの5もライトも下手でごめん、マジで本当に。でももうちょっと楽に勝てると思いますね。これは結構相性良くて、陸がね僕多いんでね、もっと守れましたね。作業もやばいですね。呪文がちょっとね荒れてるんですけども、さあちょっとね気引き締めてやっていきましょうか。さあとりあえずのセパです。ルルーシュってね、なんだろう、たまにいるんですよね、こんな感じの名前の人。コードギアスとかのなんかキャラ名、あんま知らないですけどね。さあプリンスバレル、なんかすごそうなデッキ来ましたね。まあ、メガナイトとかマジでいそうですね。よいしょ。さあおい、まあ一旦今んとこコカちゃんっぽい。さあ早めにちょっと処理できるならしちゃって、さあ吹き矢も入ってる。いや吹き矢射程が強いやん。さあでこれはしっかりねダークプリで OK、 ナイスダークプリちゃん、打っていいかな。まあバレバレコツなんだけど、今んとこねバレバレはないか、普通のバレるだけで。いやもう行っちゃう？メガナイトで踏まれてさ、フルカウンターは嫌よと思いながらの来そうですねこれは。違う、アウプリ？いや普通のアウプリもしかして。さあプリンスで、まあ枯渇といえばシンプルアウプリがありましたが、なぜか俺の頭にはなかった。さあ普通のアウプリ、ここはウッド使った方がいい。ウッド使っても相手のバレルに対して、まあ、コウモリとか
スケとか、まあ、あのユニットで守れるので、まあ、基本的にどうだろうな、序盤は別にバレルにウッドでいいんですけど、最終的に攻めではね、攻めでウッド打っていかないとアウトローギャングとかでねほぼほぼ守られちゃうんで、守れるときはできるだけユニットがいいですね。の方がカウンターにつながりやすいですね。さあ、でこれに関しては一旦落ち着きの、ああ待って待って待って、そんなトリタン引っ張ると思わんやん。さあ、間違いなくいらないウッドですねこれ。いやでもダークプリがいるからいいのと、あと何か知らんけどキング起動してますね。でこれに関してはさすがにロイジャー生き得じゃない。でアウプリが強いなマジでアウプリ、あーでも抑えて、あの吹きはさすがに無視っすなと、いや無視だなと思いながらのやばいので取り飛んでけ。でキング起動してるからマジでウッド防衛しなくていいかもねこれ。うん、いやうまいっすね、ちょっといやらしい攻めをされてる。うん、やっぱキング起動でかいっすからね。よいしょ、さあ吹き矢から入ってくると、吹き矢強いね。でロケット撃たれたくない側に、まあ、結露いかな。でこれ金起動してるから多分ほぼ完封できる。でコウモリいる側にいいのが、あこのあとウッド使ったターンのこのロイは下手ですね。その何も消せないので、いやーめっちゃ守られますね。そううまいですね。いやこれはさすがにでも相性はねいいと思うんですよ、間違いなく。さあロケ2周とか回してくんのかね、そろそろ。これウッド打ちとく。でウッド打ったので警戒してコウモリで出して、ここでいっちゃうか。で相手のあれ全部ウッドで引いて、まあ、アウトロー引けないのはもうしょうがないですね。でスケとコウモリでロイ、ロイ行きたい、ロイ行ってウッドで引いた方がいいですねこれは。でダメージが過ぎたい、いや入るよ、熱い。ライトニング420、そこは耐えてほしい。で攻めてウッドライトで勝ちだ。 OKOKOK、 ウッドライトで勝ち、ロイが刺さって飛来されずに勝ちと。危ねえ、いやこれさ、こんだけダークプリトリトンでスケもあって陸浮きあって回転あるけど押されるのはさすがにうまいね、コガッちゃんでしたね。さあというわけでマスケがね最後の試合もですけど結構全体的に活躍してたんじゃないかなと思います。マッチャク持ってない方だったり、とりあえずねこのマスケとりあえず強いので皆さんもぜひねこのロイマスケやってみてください。チャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。